ハロー YouTube。 どうも、オクポンです。とですね、先日なんですけども、中金さんって方がいらっしゃいまして、そちらがですね、大学生でありながら1ヶ月パチプロっぽいね活動をされてたってことで、で、まあ、2日前だと思うんですけども、動画アップされたのが一昨日ですかね、一緒ですかね。でですね、あちらを見ましてですね、すごく感銘を受けまして、っていうのも私もですね、以前そういった活動をしてたことがありました。今からですね、月の方は遡るんですけども、そういったね、数字っていうね、絶対的な文字に対しての執着をしてですね、まあ、当時はですね、今ほどその設定推測だとかっていうのは難しくなくて、で、その台のねが甘かったんですよね。甘いっていうのは、要は返しが大きくて、今みたいにね、こう苦労して何千枚とかね、何千玉っていうのを出すっていうことをしなくても大丈夫でした。でですね、まあ、これからもね、中金さんはね、パチンコパチスロをこれからやっていくと思うんですけども、その中でですね、限界値っていうのは、まあ、パチンコは正直ですね、こう瞬発力があるんで、申し上げにくいんですけども、スロットに関してはですね、今の5号機で最大でですね、吐き出しが、投入する枚数と払い出し枚数が一緒になります。で、まあ、払い出し枚数、投入玉ってのは分かるんですよ。投入玉は1時間に対し6000玉、まあ、返し無視します。で、まあ、最低でも、まあ、パチンコですと24,000円、まあ、24,000円は返しがあるんで使わないんですけども、そちらがかかります。で、スロットであれば1時間に対して2220枚、740ゲーム、こちらが最大の消化スピードになりますんで、もしよろしければですね、こちらを、まあ、技術介入、知識介入、あとはその時間介入といったところですね、新しく知識として植え付けていただいたら、またスロットをですね、楽しく、パチンコを楽しくですね、やれるんじゃないかなと思いまして、はい、応援のメッセージでございました。これからも応援してますんで、はい、見させていただきますんで、はい、頑張ってください。では。